はい、自分のさ、あの漏れる角度あるじゃん。ある。あとエフェクトも使っていいよ。おすすめ美顔使いな、自分の美顔いい。なんか、何これ、こんな配信したいけど緊張するし、お母さんですよ。ステッカーもらってない。グリーさん持ってるって言っちゃったよね。ステッカーもうもらってくれてるとか、なんか少ないから。うまいね。オフにして、オフにして、ちょっと待って、お母さん。あ、ごめん、ちょっとお母さんと話してた。もう、いや、作戦会議してない。今後の予定をね。お母さんもそっくりなの。早く帰ってきてほしいですよ、これ。めっちゃそんな閲覧で配信したことない。花プロってしてない。早く帰ってきてほしい。お母さんいるよ。はじめまして。ごめんって、いやいや怖い。二十歳です、すみません。じゃあエンディ助けてって、これ。すみません、嘘つきました。ありがとう。いや、来月ね、日本一気に抜くよ、入院して。東京からのお知らせです。いや、あの、お店の名前が出そうやったからごめんね。ごめんごめん、許してよ。ちょっと優しくってごめん。こんな閲覧で配信したことないから私。あの、お店の名前が出そうだったんで、お店の名前が出そうやったからやって。で、こんなに長くなここに来るつもりはなかったんや。あ、マスクいいじゃん。スズメはあんまり興味がない。せいちゃん遅い。27じゃないって。リリーさんそっくりって。ねえ、せいちゃんごめん。ドリンクでドリンクバーって言ってた。ん？ドリンクバーって言ってた。うん、ドリンクバーって言ってた。アルコールは？ごめんよ。
ありがとう。もう帰ってきた。ありがとう。ごめん、お茶。今行こうと思った。ごめん。好きなまま持ってきていいよ。ちょっと、座らせてもらってます。あ、いいよ。どう？ちょ。どうしたどうした？怖い。何？何が怖いの？何が怖いの？怖い。あ、ミルキティがよかった？ミルキティがよかった？あ、違う。なんで？ここの、どう？ここ、こうなったらいい？ほんとこっちがいい。リリーさんそっくり。これさ、ジョイサンドだけど大丈夫だね。美人やな。恥ずかしい。え？リリー姉さんが48だから、ママは何歳なの？46。正直な感想言っていい？正直な感想言っていい？あの、リリーママより可愛いわ。余裕で。え？怒ってくる。あのね、負けてないと思う。あの、全然違うわ。妹さんの方が可愛いわ。うん。そんなしばしば見たはず。え、普通に美人やの、ママのは。え、若っ、46見えへんわ。全然見えへんわ。映していい？ダメ。いい、ママ。あかん。ちょっとやった。1秒だけ。1秒だけ頼む。あかんって。1秒だけ。ダメ。一瞬だけ。2個違うだけでこんな違うの？1秒だけ頼む。1秒だけ。いや、あかんって。1秒だけ。あかんって。ちょっと、1秒だよ。あ、病気出ちゃう。あかんって。病気出ちゃう。目にはあかんって。病気出ちゃう。音がね、これ怒ってたの。うん、美人。音が見てんの？え、違うやん。リックがこの間怒っとったら、映るなって言ってた。病気出ちゃう。寝ます。リック。めっちゃ美人やん。ねえ、やばいわ。配信したらいいのに。ゆりさん入れるよ。嫌なの？顔全然違う。めっちゃ美人やん。あ、ねえ、すぐプラチナプラスいっちゃう。あ、ありがとう。あ、キラキラスペシャルスターズの月。この方知ってる？もう、めっちゃお話します。恥ずかしいんですけど、特命さんに。なんで？恥ずかしくないです。恥ずかしい。整形してないの？何もしてない。お姉ちゃん整形してんの？そう。めっちゃ美人やね。リリー一家やばいわ。え、地元はどこなの？神戸の人なの？大阪なの？私。うん。違う。あの、リリーさんたちがちっちゃい頃生まれ育った町ってのは、うん、どこなの？リリーさん京都なの？なんか京都側だけどね。私？うん。違うの？京都めっちゃ言われるでしょ。京都にいそう、なんか。奈良なの？リリーさんの、あの、妹さんの娘さんがみさまる食堂。めいっ子になるのかな？そう、ね、72。727。だから、ちっちゃい頃から知ってたんでしょ、リリー姉さん。どんな人だったの？リリー姉さん小さい頃は一緒。あのまま優しい？優しいけど、うん、怒ったら怖い。怒る、やっぱり。怖くはない。怒らない。怒らない。
置いて。どれさんとは関係ない。まあ、なんとか食堂っているんだよ。そうね、知らなくて。ずっと言われる？そう。で、リリーさんもそこの名前でするって言った時言ってくれへんこと。で、やったらどれどれどれって言われて。でだからどれの深夜食堂の娘かと思われちゃうんだよ。いやいや、見たことない。そこそこ名前売れてるから。食堂経営してんの？してない。なんで食堂なの？ご飯作るの好きなの？そう、料理配信。あ、料理配信をメインにしようとしたから、そうそうそう、食堂つけたんだって。こうなってた。何がそっくり。だ別にどれの深夜食堂さんとは全然関係ない。全く 見たことない。うん、暑い暑い暑くない？寒くない？ちょうどいい。ちょうどいい。俺寒いんだけど。え？寒いよ。モトさん、あー、バリバリサントンチキンやりなさい。あかん。あ、ごめんなさい。いいよ、リコはいいよ。リコはいいよ。あかん、私も嫌や。嫌だ。ね。これカラオケ歌ったら落とされるらしいんですよ。歌ってみる。俺いつも歌ってるよね。なんで落とされるの？あ、もみじ花火団地嫌です。隣の美女がみさまるちゃんですか？そうですよ。社長。隣の美女。27歳。20歳。20歳？嘘でしょ？本当に？20歳？20歳。20歳な？いや、なんか20代、まあ25ぐらい見える。ちょっと大人っぽいよね。それはちょっと大人っぽい。たちのビデオたまらんですね。あれです。どんちき。みさまるちゃん27歳？設定なの？27歳ではない。20歳って言われたら20歳見えるんだよな。どっち？でもいいやん。うん。別に年齢言ってもいいけど。まあ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 。ちょっと教えてほしい。本当の年齢。未成年じゃないよね。未成年じゃない。じゃ二十歳じゃないんだ。二十歳じゃないね。二十歳じゃないわ。きついって。二十歳はだって46歳の子でしょ。二十歳だったら26の子だ。違うね。違うわ。三十過ぎてないわ。これ設定なんだよね。去年まで26なの。そうすると リリーさんの、ね、年齢もおかしくなってきちゃうよ。48って言ってるけど60とかなっちゃうよ。60やばい。50とかさ、めっちゃ言われてんやん。リリーが？そう、おかしくなっちゃうね、設定が崩れると。どうなのリリーさん。60はないね。どんな計算やばいって。みさまる速度20歳ってなるとおかしくなっちゃう。逆か、みさまる食堂が27とかになっちゃうと、リリーママが60とかになっちゃう計算だよ。え、ならないんだよ。ならない。あれ60なの？ならない。なんで？院長先生ってどんな方だと思う？ありがとう。ママ見てる、いいよ見てる。リリーさん見てる。見てる。あ、ありがとう。あの、来月入院します。誰が？私。なんでなんで？親知らず。入院するの？うん。親知らず抜くために？病院。くせやん、入院レベル？おやしゃるって、うん、俺その日に抜いたけど。私もその日に抜いた。一気に4分だったから。48だ。マジで？リリーママ来ないの？ここに。てかカラオケ版ってさ、怖くなってきたわ、なんかカラオケ。やめた方がいいと思う、ほんとに。ちょっと見せましたけど、BGM 絞ってきて、これうるさいか、この CM が。あそこの BGM のつまみを左に絞ってきて、うるさいわ、これ。
さ、リ、上、皿、絞って思いっきり絞って OK、OK リリーさん来たリリーさん来た、ママ来るのリリーママ来るいや、なんか目の手術するんじゃないのあ、レーシック5時間か6時間5時間か6時間何時に終わる何時に終わるのこれ落とされんのかな本当にカラオケ俺歌ってるよねあのせいちゃんリスナーさんいるやや島のあのリスナーさん多いからせいちゃんリスナーさんいる